神絵の帰還、静かの海で、私はここにいます。さあ取ってください。と、ジェネシス・ロックはジム・アーウィンに語りかけた。46億年も待ちながら。神の贈り物を地球に持ち帰ったアーウィンは、私はここにいます。さあ取ってください。取ってあなたのために用いてください。と神に語りかけた。地球が生まれて46億年経った頃。これはアメリカの宇宙飛行士が月に行った時のお話で、静かの海というのは月にある静かの海のことです。そこにジェネシスロックと命名された岩、岩石があったわけですね。ジェネシスというのはギリシャ語起源で、原初とか起源を意味します。大文字で G を書きますと、聖書の創世記をも意味しますね。ジン・アーウィンさんが月の静かの海で、その岩石を見たときに、自分に、私はここにいる。さあ、取って地球に持ち帰ってください。と語りかけたように思われる。と言ったわけですね。そうして地球に戻った後、このアーウィンさんは宇宙飛行士であったにもかかわらず、宗教家としての生命活動が始まったわけです。ちょうどそのジェネシス・ロックがジム・アーウィンを待ち受けていたように、この私を神は待ち受けてくれていたのだと悟ったわけです。それで私はここにいます。さあ神様、お受け取りください。私をあなたのためにお使いください。と、ちょうどアッシジの聖フランチェスコが神に、そしてイエス・キリストに、私をお使いください。平和の使者としてお使いください。と祈りかけたように、アーウィンも神に語りかけたのですね。この地球が生まれて46億年、あるいは50億年、60億年、よくわかりません。たった頃。そのように悟った人がいたわけです。ゴータマ・ブッダもイエス・キリストも、私はここにいます。さあ、取ってください。取って、あなたのために、そして、あなたである、この宇宙一切のために、お使いください。と、そのように、悟り、祈って生命活動をされましたね。私たちも、ヨーガの修行をするということは、全体生命に対して、まだ自分意識がある、この私を、どうかあなたのためにお使いください。平和と幸福のためにお使いください。と祈ることですね。口先だけで祈るのではなく、そのように祈り、その祈りに基づいた生命活動を
実際に行うこと、それがカルマヨーガですね。宇宙飛行士として出発したジム・アーウィンさんは、宇宙飛行士からカルマヨーギー、無視の生命活動法師家へと、月への旅行を転機として変容、トランスフォーメーションしたのですね。